けど、より男子の選手の方が攻めれますからね、どうなるのか、面白いところです。さあ、これが本日最終カテゴリーということになります。男子 K1 決勝レースがスタートいたしました。青梅市カヌー協会の三沢小雄太選手からのスタート。4番が暴れてるぞ。これね、最初の5メートル以内で大暴れさせる選手多いですけど、当てない競技ですからね。当てちゃいけない競技なんだぞ。7番も揺れております。でも三沢選手ね、しばらくあのレースから遠ざかっていて、まあ、復活組なんて言い方しますけれども、それでいてこのパフォーマンスですからね、きっちり決勝に上がってくるっていうところは素晴らしいですね、はい、本当に三つ子の魂100までというのはこういうことを言うのかなと、そんな感じがしますね。さあ、今15番ゲートまで船は進んでいますが、前半は4番と7番でタッチが2回取られています。ここで横内麗選手が発生時刻を迎えました。これ若い選手がかなり多い、展開なんですけど、その中で、ね、三沢選手、は社会人パドラーですし、はい、こういった、ね、社会人パドラーでも十分活躍できるんだぞというところを、ね、今回のレースでは見せてくれてますね。そうですね、今20番ゲートを通過したところです。上からは横内麗選手、2次予選を経てこの決勝に上がってきました。2次予選4位で通過ということで、ギリギリやったなと言ってましたけど、ギリギリですけど、ファイナルのレースは、予選の漕ぎは関係ないですから、はい、あの本人は、ね、調整して漕いでたらしいんですよ、2次予選。そんな器用なことができるんですね、ちょっとゆっくり漕ぎすぎたなって、はい、あの言ってましたので、これは早く漕ぐ競技だぞということを教えておきました、はい、そうですね、ファイナルは、ね、全力で漕いでくださいね、はい、ぜひぜひ。さあ、16番に差し掛かろうというところまで船は進んでおります。次に発見いたしますのは青梅市カヌー協会の浅見明太選手。この選手だって表彰台を狙っている選手でしょう。実力は十分。さあ、ただ2番ゲートが揺れているのが気になるところです。ただ船の動きは、ね、とてもいいですよ。スピードもしっかりと乗っていますから、6番7番も最速ラインで、通過してます。これは速いです。先を行く横内麗選手が今最終ゲート付近ですね。タッチが2回ありました。12番ゲート14番ゲートで2回のタッチがありましたけれども、今フィニッシュを決めました。現在のところ暫定トップは 110.83 だったんですけれども、横内麗選手が10秒以上上回って 100.36 でフィニッシュとなりました。さあ、浅見明太選手が今16番ゲート付近、そしてこの後斉藤哲ちゃんが発生を迎えます。ここからね、ジュニアの選手も続々とスタートしますからね、はい、そしてジュニアとは思えないほどコミックに、ぜひご注目いただきたいと思います。上の方から斉藤哲平選手が発生してきております。今4番ゲート。いや、本当ね、落ち着きもありますし、体の動きもボートの動きもね、シニアと全然遜色ないですから、十分優勝、そして表彰台も狙って、来れるような選手です。7番ゲート当てを取られる選手が非常に多い中で、6番7番もスムーズなラインできました。いや、よく見えてますよ ね、素晴らしいです。まあ、お兄さんがお二人、弟さんが一人いるんですけど、お兄さんお二人は今もう海外に行ってるのかな。そうですね、上の、ね、お兄さんはね、この間 のワールドカップにおいてもセミファイナルに残っていましたし、兄弟全員がね、すごい勢いで、レベルを上げている、多分ね、まあ、みんなで、主催だって、レベルを上げているんです、ね、はい。さあ、次に発見しましたのは三島優選手です。今回ちょっとした補課をやりまして、2次予選を経て決勝進出ということになりました。ただ昨日の覇者ですからね、昨日優勝をしたのはこの三島優選手です。すごい勢いで降りてきました。今日3本目とは思えない体力はまだまだ十分です。いいですよ、狙ってますね。やはりですね、2次予選に回りましたけども、2次予選で回った分コースの特徴をよく知っていますから、それをね、自分の、ファイナルに生かせるような漕ぎをしているんじゃないでしょうか。現在暫定トップが入れ替わりました。斉藤哲平選手が 93.75 でフィニッシュ、ノーペナルティでまとめてきました決勝レース。次いで浅見明太選手という順位です。
コース上は三島優選手が17番ゲートまで進んでいます。ここまではペナルティーもなさそうです。16、17の、ね、渡りもロスなく、直線で、ね、渡ってこれましたので、かなりタイムとしては、早いんじゃないでしょうか。上からは大目津カヌー協会の杉村康彦選手の姿も見えてきました。三島選手がもうすでに24番ゲートに到達しています。まもなく最終ゲート、現在トップは 93.75。 ここで三島選手が17番でタッチが1回つきましたね。2ポイント加算されて、これがどう響いてくるんでしょうか。さあここでトップが入れ替わりました。 87.30、 三島優がトップに立ちました。これは早いんじゃないでしょうか。さあ杉村選手がそのタイムを越していくことができるのか。今9番ゲートを通過したところ、んただね、杉村選手前半でねちょっと大きなミスがありまして、漕ぎ上がりをしている状況なので、後半かなり攻めていかないと厳しい展開になってきているでしょうか。まあ、攻めていける選手でもありますからね、まだまだ分かりませんよ。そしてここで小島大輝選手も発声をしております。さあこの辺りの選手なんかは本当に誰かの表彰台に上がってもおかしくない、そんな面々です。今5番ゲートを抜けて、最初のこの6番7番ではタッチを気をつけたい。いや6番7番、いいですね。素晴らしい、いいですね。6番の、ね、ゲートは結構なんていうんですかね、タイトなんですけど、高さもギリギリなところで設定されているので、下をくぐってくるのがすごい難しいんですけど、そんなこと関係ねえって感じで、うまい、はい、12番も素晴らしい。これは早いですよ。ノリに乗ってますね。前半はうまくまとめました。落ち着きも半端ないですから、まあ、小島選手って本当にコミにこう落ち着きがあるというか、はい、肝が座ってるなっていうフレーバーな声しますよね、感じの印象ですよね。さあ問題はここからです。18番からの左右に振られているスタガーゲートをどう攻略していくのか。集中力を切らさずに今21番に向かっているところ、上からは山本圭吾選手が降りてきました。男子 C1 ではトップでこの日を終えました山本選手ですけれども、この男子 K1 でも表彰台に上がって終わりたいところ。さあ下流は小島大地選手が間もなくフィニッシュです。ペナルティーはなさそうです。さあ上から来る、ね、山本選手はね、先ほどの小島選手とは全然違ったスタイルでガンガン攻めてきますね。小島選手が暫定に 89.99、 三島優選手に届かず現在暫定2位です。山本圭吾選手は4番ゲートでタッチが1回ありましたけれども、さあチームメイトたちが並走して大きな声で声援を送っています。今ね、身長が173cm になったって言ったかな、あっという間に取られましたね。そうですね、小学生だったのに。さあ上からは今川亮太選手が降りてきました。山本選手と同じチームメイトです。今川亮太選手、高校3年生。このね、2人でね、本当にトレーニングもずっとしていていますし、まあ、2人ともいいライバル関係でね、はい、進んできてますが、この負けたくない、負けられない戦いが2人ともにあると思うんですけど、す、ね、どうでしょう、今川選手、すごいなんだ。すごい見せましたね。山本選手がフィニッシュとなりました。 100.23 は暫定5位です。さすがにカナディアンも K1 もというわけにはいかなかったでしょうか。山本圭吾選手が現在暫定5位。2人とも、ね、K1 では表彰台に乗ったことがないというところで、はい、表彰台に乗りたいという気持ちが分かるんですけど ね、結構ね、ペナルティーがやはり目立ってますよね。はい、さあ上からは地元青森県三宮村役場矢沢和樹選手が降りてきました。矢沢選手、今日も見せてくれるんでしょうか。昨日はシングルは、準優勝でしたかね。準優勝ですね。はい、ただね、かなり、いい漕ぎを見せてくれてますし、はい、まあ、1本目のボギーもね、すごいこのファイナルに、体力を残すような、ファイナルにかけるーレース展開をしてき、ているさすがのベテラン選手ではありますからね。そうですね、まあ、レース経験という意味ではね、トップレベルですからね、今日のメンバーの中でも。さあ暫定1位の三島優選手の 87.30 ポイントを上回っていくことができるのか。
今川亮太選手は現在暫定4位 94.22 ポイントでフィニッシュとなりました。ちょっと勝ちが高い。そうですね、勝ちたい欲が前に出ちゃいましたかね、焦りましたかね、はい、フィニッシュタイムとしてはね90秒切ってきたんですけどね、ちょっと手続きが続きました。矢沢選手20番で珍しいミスがありましたね。何が起きてるんだ。どれだけそれがタイムに響いてくるかってところですけど、どうなんでしょうか。上からは佐々木卓選手も降りてきています。下流矢沢和樹選手は24番ゲートを通過して最終ゲートを今通過したところ、まもなくフィニッシュです。ペナルティはなさそうですけれどもね、先ほどのちょっとしたミスがどう響いてくるのか。現在 87.30 ポイントがトップポイントです。三島優選手が現在暫定1位、さあ矢沢和樹選手が暫定6位。ちょっと順位を落としました。いや20番でのミスが痛かったですね。そうですね、ペナルティはなくノーペナルティでまとめたんですけれども、ちょっと失敗が響いたか。さあ上からは根嶋大輔選手、根嶋選手が見えてきました。先を行く佐々木卓選手は2番ゲートでタッチが1回ありました。先ほどのカナディアンとのダブルエントリーの選手ですね。そうですね、はい、あの体力的に最後の1本なんで厳しいところもあると思うんですけども、あのいつもしんどそうにしてますけど、いつも最終最後までピチピチこいでますから、最後までね、出し切ってもらいたいです。カナディアンでは2位という成績を残しました佐々木卓選手ですけれども、もう間もなくフィニッシュです。ただ上からねもっとピチピチなのかね来ちゃったんでね、もうピチピチって古くないですか。古い令和ですよ今、令和さあ15番ゲートに向かっている根嶋大輔選手ですけれども、次に竹口雅也選手が発定を控えております。残すところあと3人ということになりました。現在暫定トップは根嶋優選手、佐々木卓選手は6位に入りました。暫定ですけれども佐々木卓選手は6位です。そして根嶋選手がいいですね。根嶋選手かなりいいんですよね。17番もぴったり入って、うん、完全にロスすることなく出てますし、最後までつながっていますんで、これは期待できるタイムが出てくるんじゃないでしょうか。最後の24番うまい。さあ滝口雅也選手が今9番ゲートを抜けて10番に向かっているところ、そして根嶋選手がフィニッシュとなりました。根嶋選手の1位タイム 87.30 ポイントにどう食い込めるかってところでしょうか。そうですね、根嶋選手と今ペナルティ計算を行っているところです。フィニッシュタイムは88.22、ちょっと遅れたか、ちょっと届かないんですかね。上位には入ってくるでしょうけれども、フィニッシュのフィニッシュタイムが 88.22 ということで暫定に。さあ竹口雅也選手がもう後半パートに入っています。竹口選手もねすごい攻め方ですよ。16番17番もうあの通ったか通らないかわからないぐらい攻めて通しますね。通らなきゃダメですよ。通ったか通らないか、わからないぐらい早い。忍者みたいですね。見えないですね。はい、さあ伊藤達樹選手もコースに入ってきてますよ。6番から7番。このライン素晴らしい。素晴らしい。このね、決勝に来て皆さんね、6番、7番がかなり、タイムロスなく、はい、そして、素早く抜けれるようになってるんで、ライン読み切りましたね、皆さんね。読み切ってるんで、これタイム上がりますよ、まだ。そうですね。滝口雅也選手もフィニッシュとなりましたけれども、91.34。フィニッシュタイムは91.34。90秒切れなかったか。結構早く感じましたけどね。そうですね。さあ、伊藤達選手が16番まで船を進めているところで、最終走者の山本涼が動き出しました。さあ、予選1位で通過しました山本涼選手。山本選手気合い張ってますよ。見せてくれるのか決勝レース。山本選手ね本当にフォワードがいい選手で、まっすぐめちゃくちゃ速いですし、こういったね、そうですね、6番7番のゲートの体さばきもかなり上手くなってますから、これは前半めちゃくちゃ速いんじゃないでしょうか。さあそして今伊藤達樹選手がフィニッシュとなりました。現在暫定トップは変わらず 87.30 の三島優選手。
優の時代が来たのか、これを守りきれるのか、三島優。伊藤拓司選手は3位に入りました。第3位、暫定伊藤拓司選手3位です。ということはもうあとはガチンコ勝負ですね。そうですね、三島優か山本涼かということになりました。第2戦制するのはどっちなんでしょうか。今後半に入っていきました。山本涼選手16、17ね、ちょっとしんどいところだったんですけど、パワーで押し切っていますし、20番もぴったり入っていますから、これは速いですよ。さあ、ここまでペナルティは1回12番ゲートでタッチが取られています。はい、最終ゲート間もなく通過というところ。さあ、追いつけるのか、三島優選手の 87.30 ポイントに追いつけるのか。今フィニッシュとなりました。 89.36 暫定4